ラウンド2ロージャー・フェデラー。フェデラーを目指せ、英明のマサです。みなさん、こんにちは。はい。今回はですね、壁打ちのレビューになっておるんですけども、今回はですね、香川にいます。香川県ですね。で、この動画の前にね、高松の壁打ち、アップさせていただいておりますけども、今回ですねちょっとね高松じゃなくて、丸亀市というところにね行きたいと思います。なぜかというと丸亀城にねちょっとね行きたいなと思っておりましてですね、その丸亀城の近くでね壁打ちないかなと思って探したらですね、あったんですよ。丸亀市中府町蓮池公園、ちょっと名前がね読みづらいんですけど、丸亀市中府町蓮池公園、読み方間違ってるよっていう方ね、ご存知だったらねぜひ教えてほしいんですけど、まあこの蓮池公園、にね行きたいというふうに思います。さあどんなところなんでございましょうか。香川県は丸亀市、蓮池公園行きたいと思います。レッツゴー。はい、到着しました。なんすかねここ、ゲートボール場なんですかね。何をやるとこなんでしょう。で、目の前にテニスコートがあります。で、多分この2番コートの奥に壁打ちがあるということですね。こっちから行くのかな。よいしょ。はい、着きました。珍しいっすね、青のフェンスって。でテニスコートもあるんですけど、クレーですね。今整地を作業員さんが行ってますね。でここだ。安全第一って書いてあるけど使えんのこれ。この場所は18時以降は近隣住民の迷惑や利用を中止します。早朝および深夜のご利用はやめてねと。ここは壁打ち専用です。テニス以外の利用はご遠慮くださいということですね。はい。LINE はありますね。LINE はあります。で、使ったらブラッシングですね。LINE はあるけど、サービスラインとかはないですね。さあこれはどんな、なんだろう、鉄板じゃねえな。木っぽいけどね。ちょっと使ってみましょうか。やってみましょう。やってみましょうかね。どんな帰りが来るんでしょうか。どんな返しが来るんでしょうかね。横が見えないんで。おお。なかなかの音がするなこれ。大丈夫？
ていいんだよね。すごい音がする。めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。壊れないかな。壊れないか心配だわ。あ、もう気にしない。すごい。でもね、下のイレギュラーしないね、意外と。確かにこれは朝やったら、朝と深夜やったら近隣住民の迷惑だわ、この音は。すんげー飛んでくるとき、すんげー飛んでこないときがある。おお、イレギュラーです。今のはイレギュラー。やべ、お、すごいな。上はいかん。すんげえ硬いとことさ、柔らかいとこ。ここ。ここは柔らかい。上は、うん、骨だなこれ。壁の骨のところにボールが当たるとスポーンって返ってくるますね。それ以外だと、弱いボールが返ってくるんで、それを見極めるのが難しいですね。お、これ。っていうかガット切れた。ガットが。ガットが切れてしまいました。ちょっとやるか、これで。ほんのちょっと。腕痛めそう。やばい、バックがやばい。はい、ということでこういう状態なんで。やめます。そんなにやってないんですけど、切れちゃったんで、
終了したいと思います。ちょっと短かったけどね。はいはい、こういう風にトンボ掛けして終了ということですね。ちょっと裏見てみようか。裏ね、マジでこれ木の板なのかな、どうなんだろう。でも青いフェンスって珍しいよね。沖縄で青だった気がするけど珍しいな。やっぱり木か、これ木だな。木ですね。であれだ、柱っていうよりも木の大火材、横の材のここにピンポイントで当たるとすごい跳ね返ってくるんだ。でこの上の部分はね、この間が狭いじゃないですか。だから硬いんだ。だからポンと返ってくるんだ、上は。なるほどね。でこの中央っすね、中央とか間、ここは広いからここに当たると緩く返ってくるんだね。なるほどね。なるほどね。はいはいはい。難しいわけだ。まあでもこういうところがあるっていうのがいいですよね。クレーといえども、ちょっとラインがねえなっていうね感じなんですけど、でこれもね斬新だよね。入り口が斬新。うん、あの返せなかった時コロコロコロってこっち行っちゃうんでね、あのちょっと大変っていう。まあでもここね、テニスコートクレーが3面あるんですけど、駐車場車いっぱい止まってるんですよ。でなんでかっていうとね、向こうにね子供たちの遊具だ、お母さんたちがいっぱい来てますね、車で子供たちと一緒に。でそこはなんか広場っすね。でそこのこの小屋にですね、下に、地元の奥様方が談笑してました。よいしょよいしょ、おお広いな。なんかイベントできますよ。ねえ、はい、という感じでございます。ホテル戻ります。はい、ということでね、ホテルに帰ってきました。まあね、あのガットがね切れちゃったっていうのもあるんですけど、まあ久しぶりに木の板でしたね。木の板で、まあ最後ね動画でお見せしてるかと思うんですけど、後ろがね、大火材、横材、木材の横材、あそこに当たるとねポーンって返ってくるぞということで、その間のね、スペースだとドンっていう感じでね返ってくる感じで、ちょっとね難しかったなというようなね感じでございました。でね、丸亀市ということでね、皆さんねご存知だと思うんですけど、丸亀製麺、これね縁もゆかりもないということでございました。丸亀製麺もなかったかな、車で走ったところでは。うん、まああの発祥がね確か兵庫だったかな、丸亀製麺というか、あその経営してる会社は。だからね、丸亀市とは全く関係ないと、縁もゆかりもないというのが丸亀製麺、っていうのはね、知ってたんですけど、まあそれは置いといて、丸亀、町の近くの蓮池公園、子供連れのお母さんがね、遊具があるんでそこにね、遊びに来てるっていうのが結構いましたね。でテニスコートはクレーが3面 1,2,3 ありました。
でその後ろに壁打ちの場所があるということで、入り口にね安全第一って、置いてありましたね。あれはね斬新だなと思いましたね。あんなの初めて見た。すげえなと思いましたけどね。うん、でまあ最後はねとんぼがけして、きれいにそう片付けてから帰ってきましたけども、そんな感じですね。でそうですね、やった感覚は音、やっぱベニヤなんで、ベニヤっていうかね、木の板なんで音がすごかったですね。ダンダンダンってはずっと思いました。奥様方見てるかなみたいな感じでしたね。恥ずかしいみたいな。まあ早朝と深夜使わないでくださいね、近隣住民の迷惑ですよっていうふうにね書いてあったんですけど、まあまさにそうだなと思いました。あれはまさにそうだなって、最初本当 うるさーと思いましたもんね、最初ね。まあでもああいうやれるねところをね、整備してくれているっていうのはね非常にね、いいことだなというふうに思いました。やれるだけありがたいというところですね。そんな感じでございました。蓮池公園、非常にね、素晴らしいのどかな場所でございました。そういった形でね、今回の丸亀市中府町蓮池公園さんでございました。ということでね、香川県第2弾ということでしたけども、今回は丸亀市の方に行ってきました。またね、他にもね、仕事で来る場合があれば他のところも見ていきたいなというふうに思います。まあ、この動画がねまさよと、そこ使ったことあるよということがいらっしゃったらグッドボタンお願いしたいと思います。それからですね、ここの場所やってみてくんねえかと、まあちょっと前にねコメントで、東京の壁打ちやってみてくんねえかというようなコメントもいただきましたが、ぜひね他の都道府県、のこの場所いかが、島根、それも教えてくれた視聴者さんいらっしゃいました。ぜひね、リクエストしていただければ、行った時はそこに行きたいというふうに思います。はい、という形で、チャンネル登録ねしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、それじゃあまたの動画でお会いしましょう。丸亀。